はい、皆さんこんにちは、ラフィノの吹塚です。撮影にご協力いただきます。じゃあ、はい、じゃあお願いします。はい、ダンブロップスポーツマーケティング、テニスのラケットを担当してます小林力と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、じゃあお願いします。はい、住友ゴム工業株式会社の三村光平と申します。普段はラケット開発を担当しております。よろしくお願いします。はい、兵庫県の丹波市にありますスポーツ総合開発センターというところでございます。もう本邦初公開のちょっとお話をいろいろとさっき見させていただいたりしておりますけれども、はい、まあ、ここでラケットも開発しているっていうことになるんですよね。こちらでですね、先ほど見ていただいたようなスイングマシンでラケットのまあ動的な性能評価であったり、あと今皆さんここにいるテニスコートに実際に一人に打ってもらってですね、まあ、その時の様子を撮影したり、まあ、フィーリングのところを聞いたりとかしてですね、まあ、ここでメインのラケットの開発をまあ行っているということになります。一通りちょっとお話をいただいたところで初打ちに参りたいと思います。真ん中というか一番多分注目の集まりそうな CX200、はい、このスペックを今日これから打たせていただきたいと思います。店長前掛けで使ってましたもんね。使ってましたね、うん、そもそも CX2.0 スイクソンの時、その後も CX200 ダンロップになってからも使ってましたし、なんでそれのこうなんとなくイメージが僕はちょっとあるので、うん、そのお話もちょっとできればと思いますけども、ヒッティングはちょっとやだなって言っていけないですね。ちょっと痛い思い出がちょっと蘇りましたね今ちょっと。仮に僕がします。あ、ダンロップのアイムです。エクスプロシブツアー125 45ポンドで貼ってあります。ボックス好きな僕としては非常にこう、あ、ボックスラケットってこうだよねっていう、あの打感の柔らかさっていうのが一つ、あの一番最初に感じます。で、打感の柔らかいのは間違いがなく、ただ、今までのボックスフレームのラケットって結構こうラケットのこういうしなる感じ、よくいい表現をすればこうしなる感じなんですけど、こういうラケットがちょっと外れた時のブレるような感じも強かったんですよね、ボックスフレームって、はい、それがないので非常にフレームのこのシャフトのブレ感の少ない、でもフェースのこの柔らかく持つようなこの手のひら感覚のある柔らかいボックスフレームの印象っていうのが非常に分かって、打感の柔らかさがあって気持ちよく打てました。で、確かにラケットにパワー感があって、ある程度こう合わせてもしっかりボールが飛ぶ感じはするんですけど、やっぱりそこはボックスフレームなんですね。動画見てる方でちょっと勘違いしないでいただきたいのは、中圧みたいなパワーじゃないよっていうのは認識しといてほしいなと思います。あくまでもしっかり当たった時にパワーが出るよねっていうラケットの印象なので、楽に飛ぶっていうよりはやっぱりボックスフレームの中の柔らかい印象とロスしないパワー感っていうイメージが良かったと思います。前作と比べたらどうですか？圧倒的に打感の柔らかさと飛ぶ感じは分かると思います。飛ぶ感じっていうのはしっかり振った時に振った分の力がちゃんと出てくれる感じですね。距離的な部分、距離的な部分もそうだし、ちょっとこう食いつき感から引っかかるようなスピンの感覚も分かりやすかったと思います。いわゆるボックスのラケットがラウンドにだんだん寄ってった時期があって、はいはい、今の感想で言うとよりボックスらしさの方に寄ってる、寄ってる方が僕は印象としては強いですね。だからラウンド系によると結構引っかかり感が出るボックス感ラケットだったりとかすると、結構射角、打球時の射角が上に出がちなんですけど、そういう感じがないんで、やっぱりフラットに打った感じ、低めの弾道で打った時にしっかりボールを押して飛ばせるっていう感じが出せるし、そっちの方がボールにパワーが乗る感じがして気持ちよく打てる感じ。その快適にこう打ってもらえるってところは一つ大きく言うとあると思います。振り抜きであったりとか、パワー感であったり、そうですけど、まあ、パワーだけじゃなくてスピンも合わせてこう向上させてるってところが、まあ、なんか球威みたいな形で出てたらいいかなと思うんですけど、弾道的にはすごい上がるスピンっていうイメージではないなと思います。ちょっとこうフラットドライブに持ってった時の着弾してからちょっと跳ねる、伸びるようなスピンのイメージはちょっと自分で意識して打った時にも引っかかる、食いつくような感じの中のスピン性能はあると思います。まあ、実はですね、フレームはボックスらしくなって面内合成、面外合成調整しているんですけども、ストリングスのマス目の大きさが中央部分が少し大きくなってるんで、パワーアシストも、まあ、ストリングスのマス目の大きさによって
生まれるという性能になっております。これはもう本当にフレームだけじゃなくてストリングのパターンも調整した上で、一般的に調整した上で、はい、うん、多分ボレーなんかだとね、うん、そのパターンの方が多分楽でしょう。楽でしたね。あのボレーしてみてもやっぱりこの手のひら感覚のこう運ぶ感じのボレーができるっていうのはやっぱりボックスフレームらしさだと思うんですよ。あのあくまでも運ぶからボールが飛ばせるパワーが出るっていうところのパワーだと思っていただきたいと思うんですよね。あの中圧系のこういうちょっと前でこう軽くさばいて楽にボールが飛ばせるかっていうと、そういう感じよりはちょっと引き付け気味にこう押し出した時にしっかりボレーにもパワーが乗るっていう感じのパワー感だと思っていただくといいと思います。それがすごい頑張んないと飛ばないっていうよりはちょっとでいいんで頑張ってあげればしっかりボールが運べるっていうのが良かったと思うし、ボレーでも特にこのブレが少ないなとは思いましたね、うん、ダイレクトにやっぱりボールを受けるのでちょっと外れた時にやっぱりぐらつきが結構ボレーなんか特に出やすいんですけど、ちょっと外れたなと思って、まあもちろんショット自体はショートしちゃいがちなんですけど、それがこう本当にこうブレ感の中でボールが暴れない感じはするので、しっかりこう捉えて運んでいくっていう使い方をしてもらえれば、このシャフトの強さは本当にボールのパワー感にもつながるし、まあ、ブレの少なさは安定感にもつながると思うので、あのボックスらしさもあるんだけど安心感もあるとは思います、うん、難しくない、難しくはないと思います、うん、だいぶあのボックスのラケットのハードルが少し下がったようなイメージもあるんで、うん、あの柔らかいフィーリング好きだよっていう人なんかはぜひちょっと試してほしいなと思う。いいね、だからボックスなんだけど難しくない、ハードルにハードルが高く感じない、うん、難しく感じない、うん、ここがシングルスラケットです。ほらよ、来ましたね、ちゃんと構えてましたね今ね、構えてましたねいつ言おうかなって思ってここかと思って僕らが意図してたところを感じてもらえたと思ってるんで非常に良かったなと思います、うん、はい、他の機種も全部モールドが変わってるっていうことなんで、そうですよね、はい、7機種ありますけど全部モールドだったりストリングパターン一新してますので、まあ、そのあたりまた他の機種でも感じてもらえるかなとは思います。まあ、ちょっとすみません、今日200しか打ってないんですけど、まあ、この後に後ほどタイミングを見てちょっと機種を一通り網羅できるようにしていきたいと思いますので、発売は来年2024年の1月の13日に発売をします。はい、歴代この CX シリーズ結構初回分がなくなることがあったりする、当店的にも非常に注目な集まりやすいラケットなので、ご検討いただいている方はお早めに、ご予約いただければと思いますので、ぜひこのダンロフさんの、ね、新ボックスラケットを、ね、体感いただきたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。あとですね、ダンロフから予約特典もご用意しておりますので、はい、買っていただいた方に一応その応募いただいて T シャツプレゼントするというのもやってますので、あ、それをじゃあダンロップさんが、はい、ダンロップさんの方でにお申し込みいただいて、そうですね、形ですね、ぜひチェックしてください、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。また機会があればこういうちょっと開発センターみたいなところでこういろんなお話がいければいいなと思うので、はい、ぜひその時はよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。